までいた育成の2軍のところっていうのはやっぱり1軍に行くレベルをどうしたらいいかっていうことを考えるところですけど、今度はやっぱり1軍ということは勝つことが 100% その中で考えることなので、まあ、自分の中で今考えてるのはやっぱり個々 のメンタル的なものを含めてどういうふうにはめ込んでどういうふうに持っていけばその個人の能力が発揮されるかで、また個人の能力と同時にその今のうちの西武ライオンズのピッチングスタッフの中で、どういう回り方をすれば一番相乗効果が生まれるか、おそらくそういうところがだいぶ必要になってくると思うので、まあ、そういった意味で、3年間ファームの方でやってましたからね、選手個人個人の、まあ、性格等々いろいろ分かってますので、自分の今持っているところよりもプラスアルファ力を出させるためにどうするかということはちょっと考えていきたいなというふうに思ってます。今年やっぱり高橋がちょっとしっかりと一応やってくれて、で、まあ、増田もその前をやったりとかっていうところがある程度リリーフのところはちょっと見えるものが出てきたので、今の頭の中にあるのはやっぱり先発をもう少し強くしなきゃいけないなっていうことは感じてますから、やっぱり今までちょっと後ろがもう一つ安定しなかったところで先発がもう1人も頑張らなきゃいけないとか、ここまで頑張ったらいいんだっていうものを自分の役割をもうちょっとはっきりとさせてやりたいなと、ここは俺の仕事なんだからってここを頑張りたいと、でそこでパッと切ってやってとにかく自信をつけさせてやりたいというふうには考えてます。期待は全員にしますよ、当然もちろんですけどね、計算通り言ったら問題ないんですよ、これは本当にね、皆さんもお分かりの通り計算通りにいかないときにどうやってしのいでいくかっていうのも、まあ、私の仕事になると思うし、あとはやっぱりまあ菊池雄星がねしっかりしてほしいね、うん、彼がやっぱりもう少し一本立ちしてしっかりしてくれれば、おそらくチームの周りが良くなるし、今年やっぱりね、牧田もまあ頑張ったけど、やっぱり岸もよく頑張った、やっぱりそれだけじゃ足りない、もう一つやっぱり優勢をしっかりしてくれればもっともっと周りが良くなるんじゃないかなというふうに思っています。大輝の目標、それはもうやるからには優勝ですよ、当たり前ですよ、目指しているのはそこしかありません、もうそれ行きます、それに向けて全力で頑張ります。まあ、今シーズンねちょっと、ね、残念な成績が終わりましたけれども、来シーズン今お話した通り優勝を目指していきます。ぜひとも、ファンの人と一緒に盛り上がっていい形で、最後まで頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。まあ、やはり横田コーチ、がねきっちりベンチでやっていただくので、ブルペン担当としてまあ、後ろのピッチャー、特にこの中継ぎの肩の作り方とか気持ちの持っていき方というのは本当こうデリケートな部分なので、まあ、そこのまあ経験者としてそこはきっちりアドバイスして、まあ、チームに、うまくねいい形でマウンドをくれるようにというのは、まあ、常にコミュニケーションを取りながら選手とやっていきたいなというのが、まあ、一番思うことですよね。まあ、もちろん私ピッチャー担当してるんでピッチャーから言うとやはり後ろのピッチャーはなかなか特に7、8、9、まあ、9回は、ね、高橋が頑張りましたけど、この後ろのピッチャーが安定しなかったというのは、まあまあ、1年通して、特に外から見てて感じたことで、まあ、あとはね、いいところはやはりこう特に入って思うんですが、ポテンシャルが非常に高い選手が多いので、そこさえこ うまくこう乗り切るというか成長できれば他の、パ・リーグ他の 5球団に全く、ね、負けないぐらいの力はあるかなというのは、まあ、改めて感じているところですね。各、ね、選手にこう課題をどんどん与えているので、その中で、まあ、ちょっとしたこうアドバイスとかを送りながら選手たちもこうどん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 その気になって、まあ、ボールもちょっとずつ変わってきているので手応えは選手もあるし自分の中でも、ね、いい感じにできているかなと思うんですけどね。もう、まあ、もちろん、ね、先発ピッチャーというのはこの野球の、ね、中でかなりのウエイトはもちろん占めますので、まあ、そこをきっちりこう、まあ、今だったら中で6人ですよね。6人きっちり固めるっていうのはどこの球団でもなかなか難しいので、まあ、本当4枚ぐらいはきっちり固めて、あと2人は、何度も頑張ってよっていう状態には持っていきたいなっていうのが、まあ、この秋から、まあ、多分春先までずっと続く課題だと思うので、何人もいるんですけど、まあ、まあ、なんて言っても責任もあると思うんですけど、菊池雄星はやっぱりきっちりやってもらわなきゃいけない選手なんで、まあ、その中で、まあ、彼ともじっくり話し合って、その中でフォームをきっちり安定させようということで、まあ、でもね性格的に 100% を求めるんで、まあ、そこの中でこうお互いに 今日はどう思ってたんだ、こっちからこう見えたりとかそういうコミュニケーションを取りながら、
本人が本当納得した感じで毎日できるようにと思ってアドバイスをしてますので、エースとなれる選手ピッチャーだとも思うんで、まあ本当ライオンズの軸になってほしいなっていう気持ちは含めてこの秋徹底的に鍛えてますけどね。いやもうもちろん優勝しかないです。もうそこに一つにみんな目指してるんで、もちろんバッターも十分やってくれるでしょうから、まあ試合の中で大きくウェイトを占めるピッチャーがもう十分役割を果たせるように準備したいと思いますね。まあ、新しく、ピッチングコーチになりました土井です。まあ選手にね、本当こうどん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 戦える、気持ちの強さをね、埋め込んでいきたいと思いますので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。